夢ならたくさん見た。脱出。もしかして、待って、もう、何これ、あれ庭じゃない、ここは何これ、マジで何これ、なんやけど、ちょっと待って、どこでもドアになってるんだけど、この家の入り口どこでもドアになってんだけど、しかも自分が指定したところじゃないんやけど、ここ適当に選ばれたんやけど、どこでもドア、そんなどこでもドアいらないよ、うっちまえ未来デパートに。なんだ、あ、動け、動ける、動ける、どこでもドア。なにこれ、本当にどこに、どこかわからんようなところ飛ばして消えがったぞ、このどこでもドア。ドラえもん、ドラえもん、欠陥品だよ、未来デパートに売ってきなよ。そうそうそう、大変なのよね。大変なのはこっちだよ。どこでもドアだと思って入ってみたら変なとこ飛ばされたんだよ。大変なのはこっちだよ、もう。さあ、お前らにで俺の大変さがわからんだろ。そうなのよ。糸張ったらね、公園で怪我しちゃって。お母さん？糸葉ちゃんの？なんだなんだ？糸葉ちゃん、今度はこれして遊ぼう。うん、いいよ。なんだ？ベイブレードでもやるんか？あれは小さい頃の私。どうして？それと、あの女の子って、ミューちゃんでないか。ミューちゃん？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 昔の私に触れられない。この女の子、やっぱりあの子だ。でも、どうして私と遊んでいるの？小さい頃にこの子と私は関わりがあったの？一体どういうこと？私、この子と遊んだ記憶なんて。ん？あ、なんかどこでもドアからまだ出てきたよ、こっちに。どの世界だよ、これは。どこに来たんだ？また、あ、このお花畑？周り見たらどうなるんだろう。またループとかそういう系になるんかな。どこでもドア、今度こそ私の住んでいた東京に戻してくれ。また扉。ああ、もう変なとこ飛ばしよって。もう適当だろ、このどこでもドア。クソ、ここはこっち側、まあ行きませんよね。一応こっち見るけど、まあない、もうない。見て見て、糸葉ちゃん、あっちでアメンボさんが泳いでるよ。あ、ほんとだ、スイスイ泳いでる。ところで、ミュウちゃん、アメンボはなんでアメンボっていう名前か知ってる？わからないだろう。それはね。あ、見に行こう、糸葉ちゃん。うん、行こっか、ミュウちゃん。やっぱミュウちゃんだった。ミュウちゃん、うん？ミュウちゃん、一緒に学校行こう。え？ミュウちゃん？私の記憶にミュウちゃんっていうあの女の子が、私どうして覚えていないの？一作目との関連性がある、あるって感じですね。またここ、もうどこでもドア、もうここまで来たらもうどこだかドアになってる。私は一体ミュウちゃんって一体。ここはおばあちゃんの住んでる村。ここに入れて、あ、ここじゃない、ダンボールに入れて、ダンボールじゃない、ポストの中に入れて、ポストの中じゃない。あ、何をしているんだね。今日は楽しかったね。うん、いろはちゃんと一緒だったからすっごく楽しかったよ。あはははは、みゆちゃん、私そろそろ晩ご飯の時間だからお家に帰るね。うん、また明日ね。明日も絶対一緒に遊ぼうね。うん、この子供の頃の絶対っていうのはちょっと定番的な感じですな。私思い出した、3歳の頃からずっとみゆちゃんと一緒に遊んでいたんだ。そして、確かこの日は最後を一緒に遊んだ日になったんだ。あ、絶対遊ぼうねってゲームやアニメでやったら絶対明日遊べんようになるんやな、なんかあって。フラグ踏んだな。私、
この次の日に転校したから、あ、転校のパターンが。要はあるわ。8割方転校で遊べんようになるような。ここはなんだなんだ、あ、自分で動かせるよな。切り株。あ、ミュージャン、ミュージャン。そっち、サンズの川やで、みたいな感じになってるけども、違うよな、違うよな。ミュージャン、家に帰らないと危ないよ。特にこんな雰囲気のところは危ないよ。あ、誰だ、君は。ツインテールの女の子。あ、ちなみに俺は、2年ぐらい前には、ツインテールのことをツーテールとか呼んでたな。そういう、ちょっと、自虐を入れながら、歩いていく。なんか聞こえてる。これは、なんだ？何の歌だ？あの子じゃわからん的な。こっちへおいで。こっち、おいで。はい、行きまーす。ん？なんだ？なんだここの世界は。ん？ミュウちゃん。ずっと待ってた。イトハちゃんが来るの。あの次の日、私はいつもの場所、そう、ここでイトハちゃんを待ってた。ずっとずっとイトハちゃんが来るのを待ち続けた。気づけば夜だった。私、家に帰ってその事実を知った。糸葉ちゃんが転校したってことを。会いたかった、ずっとずっと。なのに糸葉ちゃん行っちゃった。連絡もくれなかった。悲しかった、寂しかった、すごく。みゆちゃん、そして次の日だった。私たちの家に何かが来て、私の家族の脳を吸っていった、脳を吸っていったってどういう表現だ。もうちょい、なんかストレートでさ、ちょっと、そういう複雑な、独特な表現やめ、ちょっとわかりにくいよ。吸っていった。そんなん、人間がやることよく、人殺すことか、もう人間として間違ってるけどさ、それ以上におかしいからな。そして、家族の記憶、取られた。そのショックで、私は幸せなあの頃の記憶のほとんどを、それで、ただ、イドハちゃんという存在しか、今までの私は思い出せなかったの。すごく、すごく悲しかった。絶望した。でも、今日やっと会えた。イドハちゃんが来てくれて幸せだった頃の記憶を思い出せたの。そして、あなたは傷ついた家族の苦しみも解放してくれた。解放してくれたって言うてけど、こっちからしたら殴って殴って殴りまくりよっただけやけど。ありがとう、糸葉ちゃん。本当に、本当に。糸葉ちゃん、会いたかったよ。そうだ、あの日、私は引っ越しの話、突然引っ越しの話をされて、そのままお父さんたちに連れていかれて、ミュウちゃんに会えなくて、ずっと移動中の車の中で泣いてたんだ。あ、だから記憶少女会えなくてなんだよ。ここで会えなくての意味が分かったか。そういうことだったんよ。なんでかなかなかも分からんけどね。でも、向こうに着いたらミュウちゃんに連絡しようと思っていて。それで、あれ？だったら私、ミュウちゃんに連絡しているはずじゃ。なに？記憶、ふふ、ふふふふ。え？だ、誰？三人目が出てき、だあ！なにこいつ？なにこれ？アフロなんか、気顔なんか、わからんようなんか出てきた。みゆちゃん。え、誰だ？無駄。彼女の記憶を、と器は、私がもらった。彼女はもう消えるだけよ。記憶と器をもらった？
一体どういうこと？私は記憶少女、人の記憶を奪うあやかし。私は傷のない少女の体、人の記憶が欲しい。私、自分にはない、それらのものが。だからって、人の記憶を奪っていいってことにはならない。ミュウちゃんの体を返せ、記憶を返せ。セーブし、え、ラストバトル。ラストバトルか。来たー、来た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 。あ、え、思い出した。私の家族もみんな殺したのは。みゅーちゃん、みゅーちゃん、みゅーちゃん、そういうことやっちゃあかんよ。みゅーちゃん、そういうことやっちゃあかんよ。もうよく お姉さんには何があったかわからんけど、ちょっとそういうことやっちゃダメよ。もうどうすればいいんですか。どうすればいいんですか。どこでこういう時に限って出てこんのか。うん、どっか逃げたんやけど。みゅーちゃんがちょっと、すごい競争で襲いかかってくるんですけど。あれノーダメージなんですけど。こっちノーダメージなんじゃないですか。いろはちゃん、痛いよ。やめてよ。殴るの、友達でしょ？友達と思っとるけど。アンチの、アンチ。ちょっと説明が欲しい。説明が欲しい。HP11。説明が欲しいです。説明が欲しいです。こう、います。節計算。突然、俺の名前を出すな。俺の、突然、お前とも話せば覚えないんだ。突然、俺の名前出すなよ、もう。おい、やめろ。今だで分かったことがある。ミュウちゃんに触れてもダメージは受けない。そしてなぜか追いかけてくる。出れません。これはどういう意味を、なんか一瞬早なった。これをどういう意味を示すかというと、殴るしかない。いや私記憶ない、できない。だから人の記憶が欲しい。人の幸せが欲しい。不幸なんていらない。あなたの幸せな記憶も私にちょうだい。あれダメージ食らいよってわけじゃないんだ。なんか一定の時間だけなんかダメージを与えられる期間がある的な、そんな感じだったんかな。ファイト。もうわかったような気がせんでもない。バックスタッパー的な感じでいけばいいんか。どうにかして動きが止まる習慣があるんだと思う。その瞬間に後ろから攻撃っていう、これまでの定番パターンか。あ、でもそれはいつだ。あ、早い。ミュウちゃん早いよ。ミュウちゃん早いよ。ほら。あ、私記憶ない、できない。あ、負けた。これ負けた。あら、さて、3回目の正直ということを皆さん覚えてます？ 3 回目の正直ですよ。あって負けてる、押し負けてる。3回目の正直どころか、もう3回目もボロボロ。そろそろ終わらせなければいけません。この戦いも、ミュウちゃんとの関係も。あ、早い。そっか、こういう早いタイミングがあるんだ。オッケー。なら、その早いタイミングで後ろから殴る。アンチ。右から行くかな、左から行くかな。よいしょ。で、こっちに引き寄せたって、ここで通る。走ってこいや。アンチ。走ってこいや。やってこいや。出てこいや。あれ、走らへん。こいつ、攻撃的じゃないぞ。なんか知らんけど、攻撃的じゃない。ってことは、ここいける。そろそろ来るか。いけるか。よっしゃー。アンチからの一撃作戦に行こう。こうおるじゃん。こうおりますね。アンチからの一撃作戦で失敗した。
アンジからの一撃作戦、一撃作戦、オッケー、アンジからの一撃作戦。痛い痛い、心、記憶、あれ私記憶ない、心ない、ギャ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 、あっちょ、またアンジからの一撃、見せた、アンジからの一撃作戦、オッケー、あっちょ、よし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 、アンジからの一撃作戦、アンジからの一撃、いやまだ戦うのか、まだ戦うのか、もうやめようぜ、もうやめようぜ、もうやめようぜ、もうこのまま戦ったって何の得にならんぞ、お互い。アンジからの、アンジからの一撃作戦、アンジから、ミスだ、ミスだ、ミスだ、アンジからの、アンジからの一撃作戦、あっ、アンジにし、アンジ、よし、アンジからの一撃作戦、一撃、悲しい、悲しい、どうして記憶取らないといけない、でも取っちゃう、まだやるん、節計算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 、俺の名前を呼ぶのはやめろ、てかまだ続くんかお前、もういいだろう、もうそろそろやめろ、そろそろ楽になっちまえ、アンジからの一撃作戦、あちょっと、アンジからの一撃作戦、あちょっと、アンジからの一撃、やだ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 、死ね、死にたい、あーまだやるのか、あっす、ダメだった、これは厳しい戦いになります。